それでは福岡さん、パーソナルモビリティとは何でしょうか。メガネです。メガネか。さて、今日も始まりましたこの番組、ファーストペンギンです。この番組では、スタートアップをお呼びして、紹介していく番組です。で、ナビゲーターを務めるのが、ひなラボの石井です。そして一緒に届けるのが、松島先生でございます。松島です、よろしくお願いします。で、本日は、ウィル株式会社 CTO の福岡さんをお招きしております。福岡です、よろしくお願いします。された理由は何でしょうか。車椅子ユーザーの言葉がきっかけになってます、どういった言葉ですか。そうですね、100メートル先のコンビニに行くのを諦めると、リハセンターに行く機会があった時にそういう言葉を聞いてですね、そのことをきっかけとして、なんで100メートル先のコンビニに行くのを諦めてしまうんだろう、そういうふうにみんなで考え出したのがこの会社を始めるきっかけになってます。その100メーター先のコンビニを諦めるっていうのはどういった理由で諦めちゃうんでしょうか。すごい様々な理由があるなっていうふうに感じたんですね。聞くとやっぱり車椅子外に行くのにいろんな障害があるよねと、段差だったり坂道だったり、でもそれだけではないなと、そういう物理的な問題だけではなくて、なんとなく車椅子で外に行くのがなんだか嫌だなっていうふうな、そういう精神的な側面もすごい強いなっていうふうに感じたんですね。なんで物理的な側面、そして精神的な側面、これを両方解決できるっていうような、そういう何かが作れないかなっていうことを考えて起業しました。その 100m 先のコンビニ行けないっていうのは、その身近な方だったっていうことでしょうか。そこまで身近っていうわけではないんですよね。我々結構いろんな活動してる中で、実は自分たちで土日だったりとか平日の夜に、なんか好きなものを作ろうよっていう、DIY じゃないですけど、サークルなのか、なんかグループなのか、なんかそういうような、なんかあくまで友達が集まってちょっと作ろうよっていうことをやってたんですね。なるほど。その中でいろんなところに行って、ちょっと話聞いて物作ったりとかっていうことを活動をやってたんです。リハセンターにちょっと一回行って、車椅子の人の声を聞こうっていう会があったんですよ。その時はそんなになんか車椅子ユーザーだったりとか、そういう方の問題を解決しようっていうほどに意気込んで行ってたっていうよりかは、なんかそういう人たちの問題も解決できたらいいねっていうぐらいの気持ちで行って、で話して、ものづくりをやっていく上で、それこそ起業とものづくりっていうところで、なかなかそのお金もかかりますし、うまくいくかもわからない領域にチャレンジされていると思うんですが、起業された上で一番何が困難だったかとか、その辺のエピソードがあったりしたら教えていただけるとありがたいですけれども。やっぱり最初お金はやっぱり非常に苦労した部分でありますね。どうしてもハードウェアのスタートアップというよりか、物を作るとき最初にお金がやっぱり出ていっちゃうっていうのがすごく強くて、我々やっぱり部品を買わなければプロトタイプもできないと、最初にやっぱりこういう製品を作りたいんです、こういうことをやりたいんでっていうのを説明するために物が必要 でそれがある程度の完成度がないと説得もできないと、して完成度を上げるためには物を実際に作らなければならない、そのためには部品を買ったり設計したりとかっていう、さまざまなところにやっぱ最初にお金が出ていっちゃうっていうのがすごく苦労した部分ではありますね。その最初 その資金調達みたいなところは、やはりその投資家さんがいて資金を作ってからっていうところですか、それとも自己資金で始められたのか。もう自己資金ですね。その時にその資金調達っていうのはどのタイミングでできるようになったっていうか、そのお金のところである程度回るようになったのってどのあたりになられますか。2012年に、会社としては創業したんですね。でその前にそういうさっき言ったようなサークルみたいな活動の中で最初のプロトタイプを作ったんですけれども、会社化して
そしてあのもう一回ちゃんとしたプロトタイプを作った、うん、でプロトタイプを作って最終的にアメリカにそれを持って行って、アメリカですか、はい、うーん、アメリカに持って行ってあの500スタートアップスっていうところで、うん、アクセラレーションというようなチームなんですけども、うんうんうん、そこに入って、そこから、まあ、あの ITV さんとかと話をして、うんうん、最初の資金調達っていうのができるようになったと。結構紆余曲折経ましたね。うん、その日本ではなくてアメリカに行かれたっていうのは何かこう戦略的なものがあったんでしょうか。いや、最初2012年に創業したんですけれども、その当時スタートアップっていうことはもうあんまり日本では少ないというか、その中でもやっぱりハードウェアスタートアップっていう言葉なんてもう全く出てなくて、何それっていうような状態だったんですよね。今だとだいぶそのスタートアップへの投資とかっていう話がかなり盛り上がってはいますけど、当時は全然そんなことなくて、全然お金集まらなかったですね。車椅子のまあ世界だと結構アメリカのマーケットっていうのは大きいというふうに聞いたことがありますけれども、やっぱりアメリカをマーケットとして見てもいたんですか。そうですね、アメリカをマーケットとして、やっぱり車椅子、電動車椅子の業界ってやっぱり日本の20倍30倍もっとっていうぐらいアメリカの方がマーケットがありまして、でそちらのマーケットを取りに行くっていうことも目的としてはありましたね。20倍30倍っていうのはその日本よりもその足を悪くされてる方が多いという意味ですか。いや、そんなはずないんですよね。そうですよね、普通に考えてそんなはずないと、あの人口比で考えてそんなに差があるはずないっていう。そうですよね。だそこにはすごくいろんなあの違いがあると思うんですよね、あの当然道路環境だって違うし、そのいろんな違いはあるんですけれども、個人的には私が一番大きな違いだと思ってるのはなんていうかカルチャーというか、結構そうですね、日本だとすごくやっぱり重度な方しか電動車椅子は使わないというイメージあるんですけれども、アメリカに行ってやっぱり結構最初びっくりしたのが、結構なユーザーが普通に立って歩くんですよね。歩けるけれども車椅子に乗る。そうですね、でもそれってよく考えたらすごく自然なことで、あの立って歩いて、でも 100m 歩くのきついと、そういう方ってそれは使った方が便利だよねと、逆に使わなかったら 100m しか動けないんですよっていう、そういうのがやっぱりあのアメリカヨーロッパとかっていう部分では、いやそれは大変なんだから使うでしょうと、っていう人たちが多くて、日本ではそういう人たちはいやあの歩けるんだから使わないでしょうというような形になっている。その差っていうのがすごく大きいんじゃないかなっていうのがあの私の個人的な意見ですね。なるほど。車椅子でこう動くっていうのが日本なんかだとどうなんですか。少しこうあんまり人に見せたくないっていう感覚があるんですか。ここを言語化するのってすごい難しいなっていつも思うんですよね。なんか単純に見せたくないのか、なんとなくその車椅子に乗ったらもう歩けなくなっちゃうんじゃないかとか、そういうなんかさまざまなこう気持ちが複合的に絡み合って、最終的に車椅子に乗って外行くの嫌だなとかっていう感じになっちゃう。嫌だなっていう気持ちを、ウィルとしてはどういう形でそのクリアしようとしてされてるんですか。これを出たくなるなと、やっぱ外に出たいよねと、やっぱり家の中にずっと引きこもっているよりは外に出たいなっていう気持ちって誰しもがある程度は持ってると思うんですよね、でそれを止めない、むしろ後押ししてあげるっていう、ごく自然に外に行こうと思った時にスッと外に出ていけるような、そういう気持ちになってほしいなと思いますね。それはそのこのフォルムでデザインもかっこよくて、はい、操作性もよくて動くだけで快適であり、まあ、みんなからも声かけられてって、そういうもプラスのイメージをどんどん持ってもらうようなモビリティを作るっていうところですかね。そうですね、はい、それを解決するためにこの製品っていうのを作りました。なるほど、なるほど、はい、かっこいいですもんねこれはね。ありがとうございます、先ほどアメリカでは 20-30 倍のマーケットがあるとおっしゃっていて、はい、一方で今日本にチャレンジされていて、日本だとその車椅子のマイナスのイメージがあって、逆に言うとそのアメリカで始めてしまった方がもう売り上げが立ちそうな感じがこう素人には思うんですけれども、あえてその日本にチャレンジしているっていうのは何か理由があられるんでしょうか。正直に言うと両方チャレンジしていると、で両方で販売してて両方でも売り上げがあると、でじゃあなんでアメリカの方は日本の数十倍の差が出ないんですかと、もう本当ならアメリカの方がもっと売れてるはずだよねっていう意見あるかもしれないんですけれども、私そこが日本のマーケットのポテンシャルだと思ってるんですよね。今まで乗ってなかった人が買う。そうなんですよ、日本で買われてる方っていうのは
今まで、まあ、もちろんあの電動車椅子や、うん、あのそういったハンドル型を使っている方が購入されるっていう方も多いんですけれども、うん、それよりも今まで使ったことないとか、うん、考えたこともないと、うん、でもなんかウィルだったらちょっと使ってみようかなとか、うんうん、ウィルだったらちょっと外に出たくなるかもなっていう形で、うん、あのウィルを購入されたりレンタルされる方っていうのが多いんですよね、うん、でこういうのってあの先ほど言った日本とアメリカのマーケットの違い、うん、でなので日本アメリカは日本の20倍30倍以上のマーケットの大きさがありますと、うん、でもそんな人口比考えてそんなはずないと、うん、ってことは日本にはポテンシャルのマーケットがあるんですよね、うん、絶対的に、うん、でウィルはそこに今刺さってるんだと思いますね、うん、福岡さんあの車椅子電動車椅子と比べた時にウィルの強みっていうのはどの辺にあられるんでしょうか、まあ、いろんな特徴がある中でそうですね最初に説明するとしたらもうユニークな前輪ですね、うん確かにそれがあの変わった形してます、まあ、一般的な電動車椅子とは大幅に違う点ですね、うんうん、オムニホイールという名前のタイヤではあるんですけれども、うんうん、これを持つことによって段差も超えていけるのに、うん、しかもその場で回転できて困りが効くと、うん、その場で回転ができる、はい、いやこれによってですね部屋の屋内でも小回りが効いて移動できて屋外でも段差を超えていけると、うん、外も中も行けるっていうのが非常に大きな特徴ですね、うん、通常のものは確かに前の車輪がもうちょっと小さいんですか。そうですねいわゆるキャスターというものですね、うん、あ大幅に小さくてその前輪が小さいからこそその段差を乗り越えるときにすごい衝撃が来たりとか、うん、そもそも乗り越えられないとか、うん、そういうところがやっぱりあの問題点としてはありましたね。でウィルだと屋外は どこまでこう行けるんですか。まあ、少なくとも街中で行けないところほとんどないだろうと思いますね、まあ、芝生ももちろん行けますし、まあ、大体ところは行けますね。段差とかどれぐらいの高さだったら5センチまで行けます。なのでもう本当になんていうか路肩みたいな、 なんかもう10センチみたいなところっていうのは超えれないですけれどもあのいわゆる日常の生活で見かける歩道っていうところはもう全てカバーできてると思います。なるほど、はい、しかも外に出てかっこいいということですね。そうですね、うんまあ、あの今の話みたいにやっぱ機能的な話もありますけれども、うん、それだけではなくてやっぱ走っていて、うん、あの人に話しかけられるような、うん、そういうデザインっていうところが、うん、実際には最大の特徴かなと思います、うんうん、デザインで一番なんて言うんでしょうそのこだわったところっていうのはどのあたりに現れてますか。そうですねこのアームのこのラインですね、うんうんうん、確かに特徴的ですね。なんていうかこう普通は縦かもしれない。確かにねこうカクカクしてますよね、うん、そうなんていうかあの椅子から離れるためにはどうしたらいいかっていう議論を結構したんですよ、うん、実はやっぱり椅子って人が座っているとどうしても後ろ向きのラインになるんですよね、うん、あそうですね、はい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 、やっぱりそれよりももっとなんか前に行こうとかもっとアグレッシブに行こうっていうのを入れるためにこの前のラインを入れることによってそれを打ち消しにいってるっていう、うんうん、あすごいですね。なるほど。じゃあ実際に乗ってみましょうということで福岡さん乗り方をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですねあのいろんな乗り方あるんですけれども例えばここに立ってこういう形で乗ったり、はいうんうんうん、でここをこう、うん、横からも入れるんですね。横からも入れますしであの人によっては例えばこれを持ち上げて乗るということも持ち上がるのね、はい、できます。じゃあ今日はちょっとなるほど、うん、ここに立って乗るという方法で、はい、じゃあ乗らせていただきます。よいしょ。あ本当だ倒れないですねこれね。倒れません。よいしょ。あ乗り心地もいいです。これを押します。はい行きます。あなんか音鳴りました。それホーンです。あホーンです。すいません間違えちゃいます。あ動いた。おスムーズな。スムーズですね。後ろにも下がります。あ後ろにも下がる。そして横おその場で回りますね。その場で回転できます。その場で回る。タイヤの形が特徴的ですね。かなりユニークなタイヤを採用します。ちょっと走ってみていいですか。はい、おスピードも結構出てます。出ますね。おスムーズに回転できますね。スムーズですね。おピッ、おすごいですね。簡単に習熟できますねこれはね。簡単に操作できるということを特徴とします。すごいですね。およいしょ。結構すごくないですか。ずいぶんこんな細い道でもうまいですね。すごいね。なかなかこなれてますね。スーッとお着きました。
はい。おお。マシュマシ乗った感想はどうですか？まずこれすごく操作がしやすい、うん、これはもうすごく誰でもできる、初めて運転してもできちゃう、うん、しかも楽ちん、多分普通に歩ける人もそのまんまずっと乗ってたいぐらいに楽ちんです、うん、デザインもすごくかっこよくて乗ってみたいなって思う気持ちがありますよね。おしゃれですよね、近未来感があります、はい、うんうんうん、じゃあ福岡さん、実際に乗られているユーザーさんからどんな感想がありますか？そうですね、いろんな感想をいただく機会多いんですけれども、その中でやっぱり特徴的なのは、うん、このウィルに乗って外に行くとやっぱりいいねとか、うん、何それかっこいいねとか、うん、どこで買ったのみたいな、そういう反応が、うん、もらえるっていうのが嬉しいっていうふうに、おっしゃられる方多いですね、うん、やっぱりいわゆる車椅子、電動車椅子っていうもので外に行った時には手伝いましょうかとか、うん、そういうふうな優しいんですけれども、うん、何か手伝おうかっていうようなのがこう前面に出るような、うん、はい、ことを言われる機会多い中、やっぱりウィルだと、うん、いいねとか、うん、かっこいいねっていう、そういうふうに言われるのが嬉しいっていう、うん、そうですね、僕みたいにこう歩ける人でもこれで乗って移動してみたいって、うん、そういうワクワクするような気持ちをこうかきたてるような乗り物ですよね。このウィルは他の電動車椅子と比べた時に他にこう勝る機能みたいなものはありますでしょうか？そうですね、さまざまな機能がありますけれども、例えば分解機能ですね。分解して車に積み込むことができるという特徴があります。それは例えば病院に行くときとか、あとはお家に帰るときとかに車に乗せて移動できるっていう、そういうところでしょうか？そうですね、いざというときに例えばタクシーを捕まえてタクシーに乗せることができると。なるほどなるほど、そういったところですね。確かに雨が降ったりするとなかなかタクシーに乗って帰りたいっていうニーズはありますもんね。そうですね、まさにいざというときという形ですね。なるほど。じゃあ福岡さん、実際に解体してもらってもよろしいでしょうか？はい、じゃあ解体します。はい、まず、取ることができて、そしてこのレバーを上げて、おお、そこが取れるんですね。さらにこういう形ですね。おお、確かにこれだったらトランクに乗りますね。簡単に分解できます。全体で何キロぐらいの重量になるんですか？全部で50キロぐらい、50キロ弱という形なんですけれども、はい、まあ、一個一個こういう形で分解することによって、まあ、持ち上げることができる。あ、まあ、でも十分持てますね、はい、いや、とても快適な乗り心地でしたけれども、うん、これから今日本ではどういうことを仕掛けていこうと思っているんですか？そうですね、日本ではかなり広がってきたっていうふうに思ってます。そこからさらにもう一歩進めたいっていう気持ちがあります、うんうん、もう一歩っていうのはやっぱりもう一歩イメージをさらに変えたい、うんうん、車椅子、電動車椅子みたいな使い方っていうところから一歩イメージを変えて、もう誰でも乗りたくなる、誰でも乗れるっていうようなところまでイメージを持っていきたいと思っていて、そのために今新しくやろうとしていることが、まあ、回すというかですね、うん、設備として使ってもらおうということを考えているんですよ。設備として使ってもらう、はい、うん、そうですね、例えば町だったりとか、うん、空港だったりとか、そういうところに設備として置く、うん、でちょっと使ってもらうとか、うん、ちょっと乗ってもらうっていう、うん、こういうことをできるようにすることで、うん、あれぐらいなんか走れる人も乗っちゃう乗り物なんだっていうのを、うん、もっとなんかこう見れるような環境にしたいんですよね、うんうんうん、空港に例えば置いてあって僕たちも乗っていいんですか？そうですね、もうそれぐらいにまで持っていきたい、ね、そういうところを見たら、あ、じゃあ私も乗ろうかなっていう、うんうん、じゃあ私も乗ってもいいのかなっていうふうに心理的なハードルをどん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 下げていくことができると思うんですよね。なるほど、うん、確かに空港のこの道長いですね。荷物も多いですね。あそこにふっとこう置いてあって僕たちが乗っていいっていう、こういう乗り物、うんうん、しかもこんなかっこいいから目立っちゃうみたいな。あの人何乗ってんだみたいな、ね、それはすごいですね。そうやってさらにさらにイメージを変えて、うん、で本当に誰でも乗りたくなるとか、うん、実際乗れちゃうっていう、うん、そういう世界観を作っていこうと思いますね。で実際にその空港だとか病院だとかで使われていく世の中にしていくためにはどういったことにチャレンジが必要なんでしょうか？そうですね、技術的な部分でいくと自動停止、そして自動運転っていう技術が必要になると思ってます。はい、やっぱりいろんな施設とお話ししているとですね、うん、例えばぶつかったらどうなるんだとか、うん、はい、そういうお話やっぱり多いんですよね、うん、でそういう時にもっと安全について、うん、アピールできるっていうことがすごく重要なんじゃないかっていう部分で自動停止が必要だなっていうふうにすごく強く感じたりであるとか、うんうん、使い終わった後
戻すのには結局人が必要なのかと、うん、っていうようなことを言われるので、うん、そういう時のために無人で帰ってくるような、あ、なるほど、無人で の返却のための自動運転技術ですね。なるほど。そういうところが今後新しい世界を作っていくためには技術として必要だなというふうにやって考えていて、今実際に開発進めているところです。これにカメラをつけるんですか？そうですね、今作っているモデルでは前方にステレオカメラっていうのを取り付けて、うん、そこで自分の位置を認識したりであるとか、その周辺の障害物を認識したりであるとか、うん、そういうことを可能になってますね。なるほど。空港に実際に入れていくというようなお話を伺いましたけれども、うん、初めから空港でやっていくわけにはさすがにいかないですよね、うん、これはどういう形で実際の実験をやっていくんですか？そうですね、いろんな場所を考えましたけれども、やっぱり一つがこのインスパイアラボという、うん、この場所での実証実験っていうのを考えてます、うん、でここでオフィス内っていうところを走って、うん、エレベーターも連動させて、うん、最終的にはもうこのまま外に出て、うん、もう東京駅まで走っちゃうぐらいの、うん、それぐらいまでやっていきたいなっていうふうに思ってますね、うん、なるほど。実験やっていく上で、うん、一番こう大変なところ、それは技術的に大変なところもたくさんあると思うんですけれども、うん、どういうところが一番苦労が多いでしょうか？いろんな場所があるっていうところが実際にはすごく難しいところですね。やっぱり車だと、ある意味車道しか走らないわけじゃないですか。あ、なるほど。だけどビルって、本当に小回り利くので、いろんなところ走っていくので、さっきみたいにすごく狭いところを走ることもあれば、突然なんかこんなすごい強い照明があるようなところっていうのもあると、そういうすごい多様性みたいなところっていうのが難しいところかなと思ってますね。なるほどね。それでは最後に福岡さん、パーソナルモビリティとはメガネであるとおっしゃってましたが、その心は何でしょうか？そうですね、メガネってすごい昔はイメージ良くなかったんですよね、やっぱり目が悪い人っていうをつけているものであるっていうところから始まって、でもどんどんイメージ変わっていって、今だともう別におしゃれなアイテムの一つとして使っているぐらい、伊達メガネでつけるぐらい、そうですね、それぐらいやっぱりイメージ変わってきたと、でさらに最近だとそこにセンサーとかついて、もうすごく新しい中もむしろつけた方ができること増えるんじゃないかっていうぐらい、そういう存在になってきてると思ってるんですよね。なので我々の製品というかパーソナルモビリティは同じように、今はあんまり電動車椅子というかイメージがそこまで良くないものだけれども、それが変わっていろんな人が気軽に使えるようになって、さらにむしろ乗った方ができること増える、超えていけるっていう、やれることが増えていくっていう、そういう風になりたいなと思っているというのがその心になります。なるほど、なるほど。実際にこれはどっかで買えるんですか？そうですね、弊社のホームページを見て問い合わせしていただくってことも可能ですし、メガネの販売をしているパリミキさんでも購入可能になっております。パリミキで買えるのはどういう経緯で買えるんですか？同じような、なんていうかそうですね、目標を共有できる仲間として一緒に売っていこうっていう話になって、そうですね、パリミキさんで売ることを決まりました。じゃあこの後僕はパリミキに直行しますね。行ってください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。